馬場町、藍津若松市。馬場町は、福島県藍津若松市にある町。郵便番号は965-0035。ロ三ズワカ若松市街地の中部北部に位置しており、西側の中央と東側の上町の間を町域と、する。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市。藍津若松市の北西部に位置する。周辺の地域とともに阿賀川の支流、湯川。 せせなぎ川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した会津若松市の一部である。東は上町、西は中央、中央一丁目、中央二丁目、南は境町、北は馬場本町に接する。戦国時代、すでに黒川城下の町名の一つとして、馬場町が存在していた。1525年に火災があった記録が残っている。 江戸時代、会津藩によって、周辺の地域が治められていた。当時、現在の馬場町周辺には、馬場町、甲賀町などがあった。馬場町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、馬場町口の閣門から北に向かう幅5軒余りの通りであった。そばで町として、和幸町、2の町、3の町、4の町、5の町があり、 ババ町の内後の町から北を、ババ名古屋町と言ったとされる。ババ町は、大町に同じく、ガムウジにより収められていた、文六元年に移転されており、それ以前には、若松城郭内、本和行き邸にあったババに続く町であったとされるに、あったが、若松城郭内に移されたとされている。ババ町は、大町と並んで、当時の若松城下において、商業の中心地で、 塗り職人をはじめとする職人などが住んでいた。また、一と八の日には六歳子も立っていたとされている。甲賀町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、南側は甲賀町口、北側は滝沢組町に接する幅島あまりの通りであった。そばで町として大区町があったほか、甲賀町は、分禄年間の成立で、ガモ宇治里が、日の、 大江から移住した商工業者を置いた町であるとされる。このため、かつては日野町と呼ばれていたが、加藤氏が甲賀町と改称したとされている。明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、馬場町は、馬場上一の町、馬場上二の町、馬場上三の町、馬場上四の町、馬場上五の町、馬場下一の町、馬場下二の町、 ババ下三の町、ババ下四の町、ババ下五の町、ババ下ズ行立町、ババ二の立町、ババ三の立町、ババ四の立町、ババ名古屋町になった。その他、後に、ババ町の一部となる甲賀町でも先見道の一部を編入し、町域が変更された。また、これらの町名は、1889年まで若松を干渉していた。その後、 1889年に町村制の施行によりこれらの町は若松町の町となり、1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となった。1951年の若松市による町北村を編入などを経て、1955年には当時の若松市と高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、 港村が合併し、藍津若松市となる。これより、馬場上市の町、甲賀町など、周辺の町は、同市の町となる。その後、1960年代に入ると、藍津若松市の住居表示が実施される。これにより、1966年には、馬場上二の町、馬場上三の町、馬場四の町に加えて、馬場上市の町、ババ上五の町、馬場和幸立町。 ババ2の盾町、ババ3の盾町、ババ4の盾町、高賀町、栄町のそれぞれ一部によりババ町が誕生する。また、その後に土地区画整理法の規定に従って、大町土地区画整理事業が行われる。これは、旧来の大町2の町、大町3の町、大町4の町、ババ下1の町、ババ下2の町、高賀町などの地域を対象にしており、 中央通り、公園、下水道などをそれぞれ整備した。そして、1982年に、旧来のババ下1の町、ババ下二の町、ババ下三の町、ババ下四の町、ババカズ立キ町、ババ二の立テ町、ババ三の立テ町、ババ四の立テ町、ババ明子屋町に加えて、大町カズ町、大町二の町、大町三の町、大町四の町、大町明子屋町、 ババカゴの町、甲賀町、白古町、町北町大技、石道、一気町大技、上郊外のそれぞれ一部により、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目が成立する。2017年、平成29年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町域内の藍津若松市道で、藍津乗り合い自動車によるバスが運行されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。